はい、こんにちは、116インズです。今回は少し前に挙げた今年の順位予想の続きということで、 NL の順位予想の方を行っていきたいなと思っております。昨年は地区別に行った順位予想ですが、今年はリーグ別に行っておりまして、前回は AL の方を挙げたんですけれども、昨年の AL の的中率は15分の2と散々な内容でしたが、今回やる NL の方は昨年は15分の6と的中率多少マシな結果でしたので、今年はそれをさらに上回る的中を目指して頑張って予想していきたいなと思っております。それでは早速順位予想の方に移っていきましょう。はい、まずは東地区から見ていきましょう。昨年の順位がご覧の通りで、地区優勝がブレイブス、2位がおそらく誰も当てることができなかったであろうマーリンズ、3位がフィリーズ、そして同率の最下位でメッツとナショナルズという並びでした。ブレイブスは先発陣に故障者が相次ぐ苦しい台所事情でしたが、 MVP に輝いたフリーマン、それからアクーニャジュニア、さらには1年契約で獲得したマーセル・オズーナなどが揃った破壊力満点の打線が機能しまして、3年連続の地区優勝を果たしました。この地区はブレイブスがちゃんと地区優勝した以外では、マーリンズが躍進したりですとか、はたまた2019年に世界一に輝いたナショナルズが一転して最下位に転落するなどの波乱が多く、順位予想クラッシャーの地区だったなという印象ですね。で、私の今年の予想がこちらの通りとなりまして、優勝がメッツ、2位かブレイブス、フィリーズ、ナショナルズ、マーリンズとしました。優勝に関してはブレイブスとメッツ正直迷ったんですけれども、このオフ FA の目玉選手は逃しながらも的確な補強に動いたメッツを今年は推したいなと思っております。昨年も私はメッツを2位予想としましたが、その後にシンダーガードのトミージョン手術、さらにはマーカス・ストローマンが出場辞退を表明しまして、その目論見は見事に崩れ去った苦い思い出がありますが、今年は大補強に加えてこの2人も帰ってきますので、なかなか期待できる布陣にはなっているんじゃないかと考えております。ただブレイブスとの差は正直ないと思っていまして、ブレイブスは FA となっていたオズーナの残留が決まりましたし、さらには昨年苦しかった先発陣にレイズから FA となっていたチャーリー・モートン、さらにはジャイアンツから FA となっていたドリュース・マイリーと2人のベテラン選手を獲得しまして、ここにさらにエースのマイク・ソロカもアキレス腱断裂の大怪我から復帰する予定ですので、昨年に続きブレイブスの戦力もしっかり整っているかなという印象がありますね。このメッツとブレイブスの優勝争いはシーズンの最終盤まで続くのかなと考えています。メッツは先日ワールドチャンピオンとなった際の練習をしていたことがニュースとして取り上げられていましたけれども、それを現実のものとさせるためにもまずは東地区優勝といきたいところですね。で、3位以下は一応今回このように並べたんですけれども、これも正直どうなるかわからないんですよね。3チーム比べた中では戦力面ではフィリーズがやや有利な印象も受けますが、ただ昨年のマーリンズのようなこともありますので、ここはどうなってもおかしくはないんじゃないかと思いますけれども、今回は3チームの戦力面、それからフルシーズンを戦い抜けそうな順番で並べてみました。では続いて中地区の方に移りましょう。昨年の結果はこちらの通りで、優勝がカブス、2位かカージナルス、レッズ、ブルワーズ、パイレーツとなりました。この地区はパイレーツ以外の4球団の実力が拮抗していたため、開幕前からどのチームが優勝するのか全く読めない地区でしたけれども、どのチームも昨年は打線に苦しむ中で最終的にはカブスが優勝となりました。2位のカージナルスはコロナのクラスターが発生して、シーズン終盤は頻繁にダブルヘッダーをこなす過密日程だったのもまた印象的でしたね。で、私の予想はこちらです。優勝がカージナルス、2位がブルワーズ、3位カブス、4位レッズ、そして最下位は今年もパイレッツとしました。この地区はオフの終盤に入るまでどのチームも金銭的に苦しいこともあってか、ほとんど補強に動かない、あるいは動けないという状況でしたが、そんな中でカージナルスがロッキーズからノーラン・アレナドを獲得するという動きに出まして、課題だった打線に大きな戦力を加えることができました。カージナルスは先ほども触れましたが、クラスターが発生したせいで過密日程で戦うことを余儀なくされましたが、それでも昨年地区2位に入るだけの力があり、また昨年のメンバーから大きなマイナスもありませんので、地区の中ではやや有利なポジションにいるのではないかなと個人的には感じています。で、難しいのが2位から4位までの並びでして、どうしようかなと最後まで迷ったんですけれども、カブスはダルビッシュ選手、そしてレッツはトレバー・バウアーを失った穴がかなり大きいと個人的に感じていますので、相対的にブルワーズの立ち位置が上がったことから、今回ブルワーズを2位としてみました。ブルワーズは2018年に地区優勝、2019年もワイルドカードを取っているようなチームですし、
とにもかくにもまずはクリスチャン・エリチが復活しないことには話にはならないんですけれども、昨年もプレーオフには進出していますし、昨年から順位を上げるだけの力は持っているチームなのかなと思っています。もっともダルビッシュ選手、それからバウアーの流出があったとはいえ、依然としてカブス、それからレッツもメンバー自体は揃っているチームたちではありますので、昨年も中地区の予想なかなか難しいところありましたけれども、今年も中地区の展開がちょっと読みにくいかなという印象がありますね。で、そんな争いの蚊帳の外であるパイレーツについては、昨年 MLB でワーストの成績を残したチームから、そこからさらにジョシュベル、さらにはジョーマスグローブを放出し、チーム解体を加速させていますので、まあさすがに今年のパイレーツもちょっと厳しいかなというところは、おそらく間違っていないんじゃないかと思っております。もっとも昨年最近頑張ろうといったマーリンズが2位になったりしましたので、パイレーツで痛い目を見る展開はあるのでしょうか。はい、それでは最後の地区、西地区を見ていきましょう。昨年の順位はご覧の通りで、優勝は世界一にもなったドジャースで地区8連覇となりました。2位以下パドレス、ジャイアンツ、ロッキーズ、ダイヤモンドバックスという結果でしたね。ドジャースについては昨年の順位予想で話しましたが、今までの圧倒的な戦力の厚さで戦うスタイルから、ムーキーベッツという1点に集中させたことがどう転ぶかという点が多少ばかりの不安要素でしたが、結果的には世界一のラストピースこそがベッツであったことを証明するシーズンとなりましたね。MLB で一番強いチームがそのまま世界一となる納得の結果でした。ただこのオフ、皆さんもご存知の通りパドレスが大型補強に動き、打倒ドジャースを明確に掲げた動きに出ています。それを踏まえた上で私の予想はこちらの通りで、優勝はやっぱりドジャースで、2位がパドレス、3位がジャイアンツ、ダイヤモンドバックス、ロッキーズとしました。これの決め手となったのが、個人的には FA 史上一番の目玉であるバウアーを獲得したこと、さらにはジャスティン・ターナーを残留させたというところが大きかったですね。まあなんと言いますか、世界一のチームが一番の FA 選手獲得しちゃダメでしょうというところですよね。パドレスもダルビッシュ選手、それからブレイク・スネル、マスグローブを獲得し、豪華な先発陣となり、また野手陣も充実していますし、NL で2番目に強いチームであることは間違いないと思うんですけれども、やっぱりドジャースの壁が厚すぎるんですよね。これだけ補強してもなおまだドジャースを上回ったとは言えないとは思うんですけれども、チームの上振れに期待しつつ、トッププロスペクトのマッケンジー・ゴアの活躍、さらにはこれだけトレードを成立させてもなお層の厚いマイナーシステムを駆使した夏場のトレード補強で突破を狙っていきたいところですね。この地区はもう開幕前からドジャースとパドレスの一騎打ちという様相を呈していますが、今のところはドジャース9連覇の線が強いかなと感じているところです。一方で3位とはしましたが、ジャイアンツも虎視眈々と上位進出を狙っているような状況で、ヤストレムスキーを筆頭にただ同然で獲得しながらも主力に化けた野手も多く、でさらにはこのオフはデスクラファニー、アレックスウッド、アーロン・サンチェスなど投手のバウンスバック候補を多くかき集めていたので、野手陣で成功した手法を今度は投手陣に持ち込もうとしているようですね。昨年はあと一歩のところでプレーオフ進出を逃しているくらいのチーム状況ですので、ドジャースとパドレスが抜けている地区ではあるんですけれども、ちょっと不気味なチームだなと思っているところです。4位以下についてはダイヤモンドバックスとロッキーズの並びにしましたが、まあ、これはどっちでもあり得るかなと思いつつも、ロッキーズはこのオフアレナドをトレードし、でおそらくシーズン中にトレバーストーリーの放出も可能性としてはあるんじゃないかなと思っておりますので、最終的により苦しそうなのがロッキーズなのかなと思いまして、今回ロッキーズを最下位と予想しました。ただロッキーズにしてもダイヤモンドバックスにしても、これから数年間ドジャースとパドレスが非常に強いという状態が続く地区の中で、この2チームの置かれた立場はなかなか苦しいものとなっています。ということで、以上が今年の順位予想となります。動画のタイトルにもありますが、昨年の的中率はトータルで 27% でしたので、まあ今年は 40% くらいは当てたいですよね。NL では昨年マーリンズという順位予想クラッシャーのチームが現れましたが、今年も私の予想を打ち砕くサプライズチームは出てくるのか、毎度のお願いではあるんですけれども、ぜひ皆さんの予想などもお聞かせください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。